イエーイ星。チャップマン料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回再現するのはこちら。この鉄板といえばステーキですよね。今回はミスター味っ子のステーキ対決を再現していきたいと思います。それでは行ってみましょう。今日もよろしくお願いします。今回は硬いお肉の代表格 OG ビーフのもも肉を使ってようちゃんたちの工夫を再現していきたいと思います。輸入牛肉コンクールに遊びに来たようちゃんたち、そこで優勝すれば1年分の牛肉がタダになるというステーキの対決があることを知ります。1年分の仕入れがタダになる、その商品に挑み気だったようちゃんはこの大会に参加することを決意、そして優勝候補の小西和也と対決することとなります。陽一くんは硬い牛肉を重曹に漬け込んでお肉を柔らかくするという方法を見つけ出します。重曹はお肉の筋肉組織を緩めて、その内部にお水を保水させるようにしていきます。そのために柔らかくなりますが水っぽいお肉になってしまいます。現代ではその保水するお水にアミノ酸などを加えた重曹系の添加物でお肉を柔らかくしています。さらに重量まで上げてくれるためぶどまりが良くなって、外食系のチェーンで多く使われております。今回はその系統のソフテストといわれる食品添加物に漬け込んでいこうと思います。小西さんの使った工夫はパパイヤのタンパク質分解酵素パパイヤの中にあるプロテアーゼを利用したものです。ズボラさんは一生懸命黄色いパパイヤをすりおろしていましたが、青いパパイヤにしかその酵素は含まれておりません。オイルにつけたり、玉ねぎやパイナップル、蜂蜜とかといろいろな漫画の主人公たちがお肉を柔らかくする工夫をしてきましたが、それら全部とキウイフルーツの持つアクチニジンを加え研究開発したのがうちのチャンネルのお肉を柔らかくする酵素オイルです。お肉に全体的にまぶして漬け込んでいきます。陽一くんのは間に牛脂を挟むために薄切りにします。バラバラにならないために交互に切れ込みを入れていこうと思います。切れ込みを入れ終わったら再びソフテーストに漬け込んでおこうと思います。1時間後お肉を取り出してしっかりと水気を切っていきます。水気を切ったらその間に牛脂の方を挟んでいこうと思います。ようちゃんのお肉の工夫はここまでです。それでは小西さんの工夫の方も再現していきます。お肉を取り出して水気の方を切っていきます。そして周りにベーコンの方を巻いていこうと思います。はっきり言ってこの人パパイヤ以外の工夫をほとんどしていません。それではレモンバターの方を作っていこうと思います。パセリをフードプロセッサーに入れてバターとレモンを加えさらに混ぜます。取り出したらラップでまとめて冷蔵庫で固めて終わりです。ついでに付け合わせのトマトもカットしておきます。それでは陽一くんのソースの方を再現していきます。ひたすらに大根をおろします。ここに醤油と卵黄を入れていきます。まあ卵白はきっと陽ちゃんのことだから捨てだと思います。ではお肉が美味しくなると評判のマキシマムナチュラルスパイスで味をしてお肉を焼いていきます。では陽ちゃんの方から焼いていきます。同じ重さだったはずなのに明らかにでかくなってますね。これが外食チェーンが取り付くわけですね。蓋をしてミディアムに焼いていきます。いろいろと加工したお肉はちゃんと火を入れて食べないといけません。そして付け合わせの栗とカリカリ梅をのせたら完成になります。それでは早速いただきます。黄身入りのおろし醤油をかけて焼き石で焼いて食べていきます。
とってもお肉が柔らかくなってて美味しいですね。ただなんかソースがちょっと物足らないような気がします。もうちょっと工夫できるんじゃないですかね。あと挟んだ牛脂がほとんど流れ出ちゃってます。あの時代にすごい工夫だったこの焼き石も今では普通のものになってますよね。それでは本日さんのベーコン巻きステーキの方も焼いていこうと思います。焼くとベーコンもお肉も縮んでくるので、接着剤的なものがないとちょっと無理っぽいですね。昔はお肉の結着剤というものがあって、それで筋肉とかをくっつけてステーキにするというのがあったんですが、今ではもうそれをやると偽装表示になってしまいます。おそらく小西さんは結着剤を使ってベーコンとお肉をくっつけていたんじゃないかと思われます。やっぱり糸だけじゃちょっと無理ですね。まあさすがに私はプロの料理人なのでできませんでしたじゃ済まされないですよね。せめてちょっとだけでも見た目が良くなるように修正をかけていこうと思います。お肉が縮まなくなってから周りにベーコンを巻いて、再び周りのベーコンを焼いていきます。見た目はちょっと悪いですが、カリカリになったベーコンが結構美味しそうです。アーヤもカリカリベーコン好きって言ってます。糸を外してせめて綺麗に盛り付けていこうと思います。レモンバターを乗せたら完成です。それではいただきます。お肉はとっても柔らかくなってますね。あとベーコンとトマトの相性も抜群にです。ただソースの方はちょっとレモンバターだけではちょっと物足らないかなって気はしますね。これ小西さん店売りしているものをそのまま出してますけど、大会用にこれに合うソースを開発してたらきっと小西さん勝てたかもしれませんね。負けた理由は自分が一番よく分かっていそうです。ごちそうさまでした。ではあの男がこの世界線にいたらどうなっていたでしょうか。やってみました。この老け顔の中学生、キッチン食いしん坊の一人息子、鍋島康介くんも野菜の酵素でお肉を柔らかくしています。そして竹の縫い針で脂肪を縫い付けるという荒技を使ってきます。さすがにそこまではできないので切れ込みを入れてそこに牛脂を詰め込んでいこうかと思います。現代ではこの手法が実用化されていて、注射針で和牛の油を注入する牛脂注入加工肉という商品になっています。ただこれも現代では牛肉ステーキとして販売すると偽装表記として罰せられてしまいます。販売時に加工肉ということを表記しないといけないため、まあ先ほどのソフテーストが現在の主流になっているという感じですね。それでは康介くんのソースの方も作っていきます。康介くんのソースは様々な野菜をすりおろした醤油ベースの和風です。レモンの酸味を加えて味を締めていきます。そして焼く前に卵の白身をコーティングして牛脂が流れ出ないように工夫をしています。実はこの技術も牛脂注入加工肉のステーキには使われています。卵アレルギーがある方は加工肉を食べるときはご注意ください。かなりの牛脂を入れているので周りに油が出てきます。余分な油を吸い取ったらフランベしていこうかと思います。ちなみにさっきの小西さんと陽ちゃんの時もフランベしてたんですが、カメラ回してませんでした。レアぐらいの焼き加減で取り出して鉄板に乗せていきます。そしてソースをかけて半紙代わりのクッキングシートをかけて蒸し焼きにしたら完成です。それではいただきます。めちゃくちゃ柔らかい。これはうまいですね。ソースとお肉のバランスも相性バッチリです。焼き加減もいい感じ。これ康介くんの勝ちだな。多分この大会康介くんが出てたら康介くんの優勝だったかもしれないですね。どうやら勝利者の映像が届いたようです。
5本。お見苦しいものをお見せしました。ごちそうさまでした。それでは今回の研究結果です。今回、小西さん、こうすけくんのは、うちのチャンネルの調味料、お肉を柔らかくする酵素オイルで漬け込みました。洋一くんの工夫の、重曹系の工夫のソフテイストは、お水を含んで肥大するため、重量は増えますが、お肉が水分を含むため、大根おろしと黄身醤油では少しソースとして物足らない感じがありました。もっとしっかりとした味付けのソースにしてた方が良かったかもしれないですね。あと、洋一くんは卵の黄身を使いましたが、白身の部分は捨ててしまっていました。その部分を、こうすけくんのように、脂肪分が流れないような工夫に使っていれば、また結果は違ったかもしれないですね。小西さんは最初からヤムチャのようなかませ犬感が強かったです。様々な漫画の主人公たちが創意工夫してきたものが、現代では少し便利になって実用化されています。主流になりすぎて牛肉偽装表記扱いになっているのはちょっと違うような気がしますが、料理とは常に創意工夫で進化するものだと料理漫画の主人公たちは教えてくれていましたが、皆さんはどう思いますか？今回取り扱ったスーパー食いしん坊とミスター味っ子、どちらも面白いので皆さんも見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。今回紹介したお肉を柔らかくする酵素オイル、こちらに興味を持ってくださった方はそちらの動画も見てみてください。またリクエスト、コメントなどありましたらどんどん書き込んでください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。